どうもアラヤンです。皆様バルキリーエルシオン楽しんでますか？今回は序盤で必ず習得するべきスキルをご紹介します。複数の武器とスキルツリー、限られた素材をどのように割り振るか迷いますよね。この動画でご紹介する方針でバルキリーを成長させると戦闘がとても楽になるので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは参りましょう。まず最初にバルキリーエルシオンはエインフェリアと呼ばれる英雄を召喚して主人公であるバルキリーと共に戦うシステムとなっています。バルキリーとエインフェリアの攻撃のヒットがコンボ数としてカウントされて、コンボを継続するとディバインアーツ、いわゆる属性魔法を連続で使うことができるようになります。要はエインフェリアが一緒に戦ってくれている時間が長いほど戦闘が有利に進むわけです。エインフェリアを召喚するには画面下の青いバーであるソウルゲージを消費します。通常操作で召喚するとソウルゲージは2本半程度使用しますよね。しかも召喚モーションの間はバルキリーは隙だらけです。この隙をなくしてエインフェリアをこまめに呼び出すためのスキルを解放していきます。一つ目に解放するスキルはこちら、補助スキルのサポート召喚非ガードブレイクです。ガードを突破された時にエインフェリアを自動で召喚できるスキルです。実際にスキル発動を見てみましょう。エインフェリア召喚の隙がなく瞬間的に呼び出しているのが分かりますよね。しかもソウルゲージの消費が1本程度と少ないです。召喚時間は通常より短いですがコスパも良く、戦闘中に自動で呼び出してくれるので立ち回りが非常に楽になります。召喚するエインフェリアをイーゴンから変更したい場合はメニュー、バルキリー、サポート召喚の項目で変更してくださいね。2つ目に解放するスキルはこちら、補助スキルのサポート召喚連続やられです。連続攻撃を受けるとエインフェリアを自動で召喚します。このスキルを習得するには初期武器のアルファズルの熟練度を C まで上げる必要があります。アルファズルを装備してメインストーリーを進めるといつの間にか熟練度は C に上がっているので、浮気せずに初期武器を使いまくりましょう。実際のスキル発動はこんな感じ。こちらもソウルゲージの消費が少ないですね。3つ目に解放するスキルはこちら、補助スキルのサポート召喚通常技です。四角キーによる連続攻撃の最後がヒットしたらエインフェリアを自動で召喚です。このスキルを習得するには武器ガグンラーズの熟練度を F まで上げる必要があります。ガグンラーズはチャプター3のサブクエスト牢屋の岩式のクリア報酬です。持っていない方はクリアしてゲットしましょう。牢屋の岩式の受注場所はチャプター3後半のセーブポイントエテリアの宮殿地下牢出入り口から建物を出て階段を上がったところにいる魂です。宮殿が氷付けになる前のマップですね。ガグンラーズを入手したら装備してストーリーを進めるとすぐに熟練度は F に上がります。サポート召喚通常技の発動はこんな感じ。こちらもソウルゲージの消費が少ないです。最後に解放するスキルはこちら、防御スキルのサポート召喚リバーサルです。リバーサルはサポート召喚リバーサルの手前で必ず習得する防御スキルで、ガード直後に四角キー入力で素早い反撃を行うスキルです。ガード直後の反撃と同時にエインフェリアを自動で召喚するスキルということですね。このスキルを習得するには武器ヘルテイトの熟練度を F まで上げる必要があります。ヘルテイトはチャプター4のメインクエストのクリア報酬です。持っていない方はクリアしてゲットしましょう。ヘルテイトを入手したらサクッと熟練度を F にします。サポート召喚リバーサルの発動はこんな感じ。ソウルゲージの消費が少ないのは同じですね。ちなみにスキル習得のための素材が足りない場合はクエスト選択画面で R3 キーを押すと画面左下でドロップ素材が確認できるので、必要な素材を拾えるクエストに向かいましょう。中盤以降もご自身がよく使うスキルとセットになっているサポート召喚があれば積極的に習得することで攻略がかなり楽になりますので、試してみてください。余った素材はどんどんスキルや武器に割り振ってバルキリーを強化しましょうね。いかがだったでしょうか？皆様のバルキリーライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。
皆様のお気に入りのエインフェリアはぜひコメント欄で教えてくださいね。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。